ルーカスライセンシングを皮切りにワーナーエンターテインメントやウォルト・ディズニーなどさまざまな版権を取得してきました。その中で苦労したのがマトリックスのフィギュア化だったそうです。マトリックスの時はスクリプト、まあ、脚本ですね、脚本を読ませていただける機会があって、画像は見せれないけども脚本ならあるよと染み切ったところにドサドサッと置かれてそこでこう見るんですね。基本的に脚本なので言葉は書いてあるけれどもそれ以外のところはこう書いてないんですね。こうファイティングシーンとかっていうだけなんですよこうポッとね。だからこれ読んだところでなって。イメージだけで制作したというマトリックスフィギュア、その監修を務めたのが主役のキアヌ・リーブスでした。キアヌ本人が監修するということで厳しかったんですね。で最後の監修の時にまあ、ノックして入ってったらですね、そのテーブルの端っこにキアヌが本人が座っていて、もう素晴らしい出来だっていうのを言ってくれててね。でこうちょっと写真みたいな、なんて監修シートっていうんですけどね、監修シートをいろいろ、あとここをこうにしてほしいなみたいなのを書くんですけど、これも素晴らしい出来だっていうのを言ってくれて、その場でこうサインしてくれて、そういうエピソードがあったりしますよね。アメリカはそのミニマムギャランティーっていうところをすごく注力していくので、じゃあコトブキアにこのライセンスをあげたら一体3年間でどのぐらいの市場を作ってくれて、どのぐらいのロイヤリティをうちに払ってくれる予定があるのっていう、あなたたちのプランを聞かせてよっていうようなところからこう来るんですよね。だからこれやりたいってい う, こう単発のものってなかなか受け入れてもらえなくて、こうシリーズとして私はこういう市場を作りますって、まあ、私たちはこういう市場を作りますっていうような体制からまず行かなきゃいけないっていうところが一つありますよね。だけどやっぱり海外は日本に対してものすごくそのおもちゃ帝国と思ってるところがあるんで、1個販売すればもう10万個売れるの当たり前でしょっていう、だって日本だもんっていう、ちょっと感覚の違いがやっぱあるんですね。なんでその日本のハモさんはもっとこう市場を見て、それにまあリーズナブルな価格で言ってくれてくると。だけど海外の場合はやっぱそこはもっとこう不節操ですね、そういう意味でね。ことぶき屋は海外で名を広めるため、世界最大のショッピングモールドバイモールやフランスなど世界中でフィギュアの展示会を開催しています。そしてアメリカではさらに認知度を上げるために近年新たな展開を始めました。2大アメコミ出版社と言われているDC コミックスとマーベルコミックスってあるんですね、まあ、日本でいう小学館と主演者さんで、まあ、DC コミックスっていうのはこういうバットマンだったりスーパーマンだったりで、マーベルの方はアイアンマンだったりスパイダーマンだったり、この2社のライセンスを取得しているというのは非常に大きいことで、海外で商品をやっていこうということに対してはすごく大きいことですね。2大アメコミ出版社と手を組み、さらにインパクトをつけるため仕掛けたのが和との融合。ことぶき屋はスターウォーズエピソード1に登場したダースモールに日本の浮世絵や歌舞伎のイメージを取り入れたフィギュアを発売。これがアメリカ人たちの心をつかみ大ヒットさせた実績がありました。そこで今回取り入れたワーは、普通アメリカ の, そのフィギュアっていうのはリアルな、本当にその登場する人の顔を真似た商品がほとんどだったんですけども、うちがそこにその顔の部分だけはその美少女って言われる、要するにアニメ顔を商品化したところ、想像以上にアメリカで売れたので、こっちもびっくりしてたんですけども。 DC コミックス美少女シリーズはおよそ8万個、マーベル美少女シリーズも同じくおよそ8万個売り上げました。いいですね。大魔ちゃんとグニュちゃん、どこの国が好きですか？あ、いいですね。ちょうど考えてたところです。じゃあフランス一緒に行きましょう。